はい、どうも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 ちゃん猫好きチャンネルです。てんてるてってってとうとう第2猫好きチャンネル20回まで来ました。ありがとうございます。ありがとうバンジャンと感謝しております。はい、ではね、カイチ君が今登場しましたんで、そっちに入るんですか、あなた。はい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 。ではどうもどうも、うちのリーダーです。リーダーらしいです。私は何でしたっけ。市民。市民だそうです。市民です。一応東京都の区に住んでるんで区民だと思うんですけども、市民って言われてます。ではリーダーが今日はちょっとやりたいことがあるらしいんで、二人で絵を描いてきました。ではですね、ちょっとクイズといきたいんですけれども、絵を2人で描きましたんで、その絵を当ててほしいです。ではまず1個目、1個目、どっちが描いた絵ですか。僕。君が描きましたか。リーダーが描いた。リーダーが描いた。じゃあリーダーの絵をこんな感じです。どうでしょう、見えますか。はい、何でしょうか。ヒント、ヒントを言ってください。ヒントなし。リーダー、ヒントね。ヒントなしです。ヒントなしですか。ヒントはいいものか、ちょっとお尻を向けないでください、カメラに。悪いもの、ね、悪いもの。いいものか悪いものか、どっちですか。悪いもの。悪いもの、何でしょう。はい、答えを言わないといけないですよ。答えを言ってください。ね、それ最後に言うの。最後に言うの。じゃあこれ覚えておいてくださいね。1枚目。はい、では2枚目いきましょうか。2枚目は誰が書きましたか。市民。市民が書きました。市民が書きましたよ。市民が書いた絵いきますよ。じゃじゃじゃん。じゃん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 。見えますでしょうか。あ、見えるね。はい。もうちょっと上行って。もうちょっと上。そこ、見える見えます。はい、答えは後で言うんですね。後でだよ。わかりました。じゃあ3枚目は僕、市民、市民のリーダーどっち。リーダーが書いたそうです。リーダーの絵、じゃじゃじゃん。映ってるかな。映ってる。リーダーの絵、はい、これも答えは後で言う。後でだよ。これいいものか悪いものどっちですか。いいもの。いいものらしいです。みんな分かっちゃう。はい、じゃあ4枚目は、あ、取れちゃう。どっち、市民か、どっちが書いた。市民かリーダーか、どっちが書いた。市民。市民が書きました。はい、じゃ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 ーん。これはいいもんか悪いもんかどっちですかね。いいもん。いいもんですか。よっしゃー。悪いもんに見えるけどね。ありがとうございます。じゃあ答えを言っていきましょうか。うん、これこう向きですか。そう、こう向きですか。はい、じゃあ答えを、リーダー答えをお願いします。ゼットン。ゼットン。ゼットン。ウルトラマンに出てくる敵のゼットンです。さらばウルトラマン。ゼットンだそうです。ここに置いておきましょうか、ゼットンを。ゼットンでしょ。はい、ゼットンで、次がさあ、風で飛んでいきます。シェイシェイ。これは答え言ってください、カイシさん。ショッカー。ショッカーです。これは市民の私が書きました。ジュンが書きました。ショッカーでした。市民やめて。はい、次はこれだ。違うでしょ、これか。ダラッタデン。いいものです。答えをお願いします。ウルトラマン。ウルトラマンでーす。ででるってってん。じゃあ最後の1枚です。市民が描きました。市民ですか。市民が描いた。はい、答えをお願いします。桃太郎に見えるけど電王のソッドフォー。電王、ありがとうございました。あれ、猫ちゃん誰か連れてきます。連れてくるって言ったでしょ、作る前。言ったね。ちょっと待って、ちょっとじゃあカイチ待ってください。猫ちゃん連れてくるんでちょっと待ってください。よーい、よいしょ。はい、どうも。はい、どうも。今日はですね、じゃあ最後はデニちゃんでお別れしたいと思います。はい、この子は5人兄弟で5人で生まれました。2004年ぐらいからいるんで、もう16、7歳ぐらいになってます。はい、私がロバート・デニーロが好きでデニちゃんと名付けましたけども、長生きしてくれております。では今日はこの辺でさよならしたいと思います。18歳でしょ。
はい、ではですね、今日は、3個の絵、何個の絵描いたっけ、4個の絵、4個ですね、4個の絵を描きました。皆さん分かりましたでしょうか。どうもありがとうございました。ではですね、デニちゃんがバイバイニャー、バイバイニャーでお別れしたいと思います。バイキンマンの真似、はい、デニちゃんさようなら。今バイキンマンの真似でしょ。はい、ではね、終わります。カイチ君、フィニッシュを押してくれ。俺が押そうか。皆様、ありが透明高速道路。